今緊急で動画回してるんですけれど、冒頭の動画にもあった通り、私高須幹也はあの筋トレボディービルのジムの総本家メッカと言われているゴールドジム名古屋金山店にサインしてきました。はい、これね、どういうことかっていうと、まあいつもね、あのゴールドジムね、会員に入ってるんで通ってるんですけど、まあ熱田行ったり栄行ったりね、金山店行ったりとかするんですけど、まあ、たまたまね、熱田の方がですね定休日で、まあ、定休日の時ってあの近くのゴールドジムがですね、会員じゃなくても、まあ、使えるんですよね。で行ってきたところですね、まあ、あのいつもねあの声かけてくれるですね、可愛いねお姉さんがですね、あの高須さんちょっといいですかって何って聞いたら、サインしてもらっていいですかって、え僕のファンなのって、聞いたら、いそうじゃなくて、あの今ゴールドジムね名古屋金山店で有名人のサインをですね並べるようにですね、まあいろいろねあの声かけてるっていうことでですね、私がねあの有名人ということでね、あのサインする側にねなってしまいました。はい、でちなみにあのゴールドジムね、あの通ってる人だったら知ってると思うんだけど、ゴールドジム行くとですね、まあ、有名なですねボディービルダーとかスポーツ選手とかプロレスラーのですねサインがずらーっとね並んでるんですよね。うん、まあ有名どころで言うとさ、あの大谷翔平選手とかさ、前拳とかダルビッシュ有とかさ、まあ、その辺のねもうメジャーリーガーのねもうトップの選手のサインがずらーって書いてある、ゴールドジム名古屋金山店さんへとかね、まあ、そういう感じで、うん、あとはさ浅田真央ちゃんとかさ、あとプロレスラー武藤敬司さんとかさ、あの棚橋さんとかさ、岡田和親とかさ、まあその辺の有名どころのサインがバーッと出てるんですよ。で、まあ、やっぱりボディービルですよ、ボディービル、あのゴールドジムといえばね。なのでね、私がですね今回名古屋金山店にねサインが並べられたのはですね、なんと、木澤さんと、鈴木雅史さんの、並びに、私のサインが、飾られることになりました。いやーちょっとねやばいですよマジで、うん、日本選手権のねファイナリストとね、私がね肩を並べる時がねついに来てしまったなと、まあ、ついにね私口がですね提唱しているインキャラフィットネスがもうこの世にねもうロサンゼルスまでね認められてしまいましたよ。マジで筋トレのねメッカ、もうマッスルビーチにね私の名前がね
とどろいてしまうことになりましたね。もうひょっとしたらね、もうアーノルド・シュワルツネッガーとかも私のサイン、ね、見てね、ビビってるかもわかんないですよね。ついに高須川とか、高須川私の領域にとかね、まあ、そういうことになってしまうと思うんですけれど、まあということでね、まあやっぱり時間かけてね、この私がね、インキャラフィットネスをね提唱してよかったです。はい、もうインキャラフィットネスっていうのは、インキャラによるインキャラのための筋トレ講座、はい、だけどね、まあだんだんそのインキャラフィットネスがね、もう浸透してきてね、もう陽キャラの人たちまでね、私の筋トレをね学ぶことになってしまってね、はい、もう元祖ですからね、私が。じゃあね、せっかくなんでね、あ、今日はね、ちなみに会議でね忙しくてジム行けなかったんで、家でね腕トレしているところでございます。じゃあね、最後締めにね、イージーバーを使ったね、アームカールで締めたいと思います。よし、うん、しっかりね効かせながら、よし。腕トレはねなかなかねやる機会なかったりとかするんですけどね、まあ、家でもね、まあダンベルとバーベルがあればね、大体のことはねできますんでね、もう今日はねさっきまでずっとね腕トレやってたんでね、もう限界でございます。はい、ということでね、ゴールドジム行ったらね、私のサインね、よかったら見てください。ということで、いってらっしゃい。